作り方はすごく簡単で、この学校にも普通にあるようなこうラミネートシートを使って、うちの他にあるレーザーカッターというやつを使って形になるところまで作業を手伝ってもらいたいと思います。これ以上に感染が広がらないようにと思って作りました。自分たちが一つ一つ作ることによって、ものづくりしていく方にあたってみんなの力になれるならもっとしたいなって思ってずっとやってました。